よ。来てほしいな些細なことも、愚痴だって冗談だって泣き言だって、君には全部知ってほしい。話したいことが少しでも胸の中にもし潜んでるなら、無理して言う必要もないけど、いつでも受け止めるから。さ、一人で戦う姿には特別な敬意を払うけど、日陰がないと休めないだろう、見つかないと潤わないだろう。響き渡るといいな。ただのエゴイズム、情けないとこもヘタレなとこも、素直に言葉を信じれないとこも、ひねくれてねくらな性格だっていやほど見せてしまったけど、それでも呆れず向き合ってくれて、私の居場所ですって断言した。一言で報われるなんて、胸が締め付けられていたいな。僕の存在が君にとってこれからも居場所でありますように。大したことはできない、小さなことから頑張ってみるよ。今更まっすぐで愚直な愛に気づけた僕はナンセンスだ。せめてこの歌で伝えさせて、胸いっぱいに膨れ上がった気持ち。信じる力ってどこから出てくるんだろう。真意を見抜く力があれば楽に生きれるのに。囲いまとりまくるしがらみが全部僕の心を蝕むんだ。だから悲観的になれ。だけどあなたの言葉だけは宝物さ、買い難いもの。
は怪獣とかね、ウルトラマン関係、特撮関係が好きで、ゴジラとか。自分でね、チャンネルの中で、そのソフビを使って怪獣のね、紹介をしてるっていう番組をね、されてるんですよね。そうだナルトね。ラマン出演、それから編集が父、プロデューサーが母ですおね。お、そうですか。そのように、まあ、設定になっておりまあ、す。なるほど、なるほど。そういう設このね、最初に YouTube で怪獣のことを話そうと思ったのってどういうきっかけなのかな？結構、なんか、形とか、あとは、なんか、強さとかが、あとは、なんか、目とか。結構、目ね、目。なんか、目とか、かっこいいなって思って、結構、怪獣とか、ウルトラマンとかが好きになりました。